はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。去年あたりからね、YouTube で、食料危機が起こるんじゃないのとい う動画がね、時々見かけます。で、なんでかっていうと、まあ、ウクライナ紛争だよね。まあ、ロシアがウクライナに侵攻して穀物の貿易が止まってると。まあ、ウクライナってね、まあ、世界の穀倉地帯でウクライナで生産される穀物ってね、結構買ってる国多いんじゃないかなと思うんだよね。で、まあね、今ウクライナ戦争中なんでね、なかなか貿易をするって言っても大変だろうしね。で、そのウクライナの穀物を待ってる国っていうのもね、いると思うんで、まあ、そういうのが引き金となって、食料危機になるんじゃないかなっていう、懸念があるみたいです。ただ穀物作ってるのはね、ウクライナだけじゃないんでね、他の国も作ってますので、まあ、ウクライナの貿易が止まってるから即食料危機になるのかなっていうと、そうそうでもないと思う。ただね、やはりウクライナの生産してる分っていうのがね、結構な量みたいんで、まあ、それがね、よその国で、どのくらい分担できるのかっていうのはちょっと疑問ですけどね。だから穀物価格が全体的に上がるっていうのはもうしょうがないことなのかなと。だからその直撃を今一番受けてるのが畜産農家だよね。家畜の餌って実は穀物がほとんどなんですよ。まあ、牛なんかはね、草食動物なんで、刈った草とかね、緑地とか、稲わら、そういうものを食べさせていれば、まあ、普通に生きてはいくんですが、やはり例えば搾乳して牛乳絞るとかね、肉を取るということになると、やはり本来食べない植物の種だよね。穀物には、穀物ってほとんどが炭水化物なんでね、やっぱりエネルギー、ありますから、エネルギーとか、まあ、タンパク質、大豆なんかはね、タンパク質が多いんで、大豆、トウモロコシ、そういうものを食べて、食べさせないと、まあ、うまく霜降りにならない。まあ、そういうことで、今畜産が一番大打撃受けてるのかな。それにつれて、まあ、私たちが食べる食料品だよね、パンとか麺類とか、そういう材料の小麦もほとんど国産ではなくてね、外国産なんで、まあ、結構その値段が上がってて、食料品の値上げなんてのも続いてます。でもね、この間ね、YouTube で見たんですが、やっぱり外国の農業ってすごいよね。私が見たのは、ウラジオストク、ソビエトのウラジオストクで、昔ね、ソビエトっていうのは、共産主義国家でね、まあ、国営農場とか、集団農場、そういうのが、あってね、大きく やっててね、まあ、例えば一つの集団で、500ヘクタールとか1000ヘクタールとかねとてつもなくでかいそういう農場がねあったのが、まあ、ソビエトが崩壊して、ロシアになってね、そういうコルフォーズとかソフォーズ、国営農場とか集団農場が解体して、それが民営化になって、やっぱり効率の悪いところは放棄されてる、まあ、そういうところに、なんか中国のね、農家の人が農地を買って、農場をやってるというのが
YouTube のドキュメンタリーのなんか番組でねやってましたね。どっかのテレビ局がね、作った作品を YouTube の動画として流してるんだろうけど、それ見るとすごいよね。あの地平線がずっとあの畑ですから、まあ多少こういうね起伏はあるにしても、もう栃木県じゃ考えられないよね。ぐるーっと360度見回して、畑しかないなんていうところはまずありえないしね、だからそういうところで確かに穀物を作るとすごいたくさん取れるんだろうなと思うんだけど、結局ほら広い面積だからいっぱい取れて当たり前なんだよね。ただ日本の農業技術っていうのは狭い面積でいかに効率よく多収穫を上げるかっていうことなんで、まあ単収にすると大したことないんだろうと思う。ただね、50ヘクタール100ヘクタール例えば稲刈りすればさ、大型のトレーラーで何台分も収穫できるわけですよ。そういうの見ちゃうとね、やっぱり外国はすげえなーと思っちゃうんだけど、その単位面積あたり1ヘクタールあたりの収量からすりゃもう日本なんかすごいと思いますよ。外国なんか問題じゃないよね、目じゃないよね、でもしょうがないね、それだけ向こう行けば農地があるんだから、しょうがないんですけど、そういうのを考えるとまあやっぱり、輸入品は安くできるのかなと、思うんだよね。だからね、日本のまあほとんどの県で水田裏作で、小麦が作れるはずなんですよ。だから ただその、麦の検査規格って結構厳しいんです。あの病気が入ってるとダメよとか雑草が入っちゃうとダメよとかっていうのがあるんで、なかなかね、爆作転換とかあの 裏作でね、水田の裏作で、小麦を作るって言ってもなかなかね、作ったはいいが、買ってくんないと、そういう事情があるんで、多分ね、日本の水田面積今のところまあほとんどが年に1回米を作るだけなんですけど、それを、水田裏作でね9月10月に稲刈りをやった後、麦の種をまいて、翌年麦を、6月の頃かな、5月下旬から6月にかけて麦刈りをして、その後田植えやっても十分間に合うんでね、そういう二期作ですか、二毛作か、二毛作だね。二期作ってのは同じ作物を年に2回だからね、じゃなくて二毛作、稲と、麦を、作ると。まあ大豆はねなかなか、大豆の前に稲を入れるっていうのはちょっと難しいんで、大豆は1回しか、収穫できないんですけど、麦と稲でしたら年に2回収穫できるんで、まあそういうやり方にしていけば麦の生産もまあそこそこね、できるのかなと思うんですけどね。まあうちでもまあ田んぼはね、米しか作ってないんで、なかなかね口で簡単に言うんだけど、まあ1年に二毛作、違う品種ですけど2回収穫できれば結構田んぼの、利用効率は上がっていくのかななんて思ってるんですけどね。なかなかそうは言ってもね、難しいよね。っていうことで、まあちょっと話それちゃったんですが、輸入品が少なくなる、または、まあ確かにね、日本周りが海なんで、例えば、中国が、台湾に侵攻して、今の ロシアとウクライナの戦争を見たくね、中国が、台湾は中国の一部だから統治するなんて、戦争が始まっちゃうと、当然日本はね、台湾のすぐ近くですから貿易がしにくくなると、
そうなってくると今以上に輸入品が少なくなるっていうのはね、目に見えてますよね。ただヨーロッパとかアメリカにしてみればもう対岸の火事なわけだよね。自分のところへはね、火の粉飛んでこないから、それほど今のウクライナ紛争ほどはね、まあアメリカにしてもヨーロッパにしても介入はしてこないのかなと。まあでっかい中国がね、ちっちゃい島国の台湾を吸収したところで、まあ全世界的にはね、あまり影響ないからね。ただ一番困るのがやっぱり日本だよね。じゃあ台湾の次は、尖閣で沖縄で九州、まあ、77年前に連合国がやった飛び石状態でね、日本に近づいてくる。ただ日本占領してもね、あんまり経済的な価値はないような気がするんだけどね。まあそこまでは中国もやらないと思うけどね、日本を占領するなんてことはやんないと思うけど、まあ脅威であることはあるよね。そういうことで、まあ日本は島国なんでね、そういう国際紛争が起こるとちょっとね、厳しいのかなって気はします。はい、そういうことで、まあ輸入品が少なくなって、ちょっと食料が不足してくるのかなっていうのは、まあなんとなくうなずける、のかなと。ただ米に関してはね、もう 100% 自給できてますんで、まあ日本人の主食の米がなくなるってことはほぼほぼないと思うんで、まあそれほど深刻ではないのかなと思います。それとね、まあ他の YouTuber さんが、まあ具体的な数字上げてるんですが、農地がここ数年どんどん減ってんだと、いう話をしてました。でまあうちの近所でもね、実際農地減ってます。で今農地っていうのは市街化区域にある農地と、調整区域、市街化調整区域、調整区域で、の農地と2種類に分かれてます。で、市街化区域の農地は宅地並み課税で税金いっぱい払ってるはずです。ですから農地が減ってるのは主に、調整区域の農地ではなくて、市街化区域の農地、それは確実に減ってます。ですからまあ数値上は年間まあ何千ヘクタールか何万ヘクタールか知んないんですけど、それは確実に減ってると思います。それはもうね、行政側がもうこの地域は田んぼとか畑作ってるより家とか工場建てた方が効率的に日本の国土を使えるよねっていうことで線引きしてる農地なんで、まあそれは減ってもしょうがないのかなと。逆に言えば国や市町村がここはもう気合い入れて、農家をやって、農業をやって、食料を作っていこうっていう土地は、農新地区って言ってね、まあ市が工場やね、民家が立ちにくくなってますんで、で当然ながら農地転用っていうことをしなくちゃ ならないんでね、農地に家を建てる場合は、農地転用をしなくてはならないので、農業委員会っていうのがね、審議してそれをやってますので、むやみやたらと農業のね、振興区域、農新区域を、宅地を建てるってことはできないんで、まあ減ってはいるんですが、まあ食料不足になるほど、例えば日本の農地が2割3割宅地になっちゃって、もう農業の生産力が落ちるっていうことは、これもよほどのことがない限りはないと思います。だからまあ今はね、年に何パーセントかの割合で減ってるけど、
あれがずっとね、例えば年 2% で減ってもね、10年経ってば 20%、 2割減っちゃうなんていうことはほぼほぼないと思います。そんな何割なんていうほどは減らないと思うんで、まあ何千ヘクタール何万ヘクタールっていう数値だけ見ちゃうと、おすげえ面積減ってんなーなんて思っちゃうんですけど、まあこれもね、食料不足になるほどは減らないし、それまでにはもう国や農水省やそこからストップがかかるはずなんで、うん、これも、うん、農地農田がかかっちゃって農地がなくなって、十分な食料が生産できなくなるっていうのはこれもちょっと考えにくいのかなと、うん、そのためのね農地法なんで、むやみやたらと、農地に、農業以外のものを持ってくるってことができないようにするのが農地法なんで、農地法が適正に動いている限りは、まあ、農地が減りすぎて食料生産が間に合わなくなるっていうのは、これもちょっと考えにくいのかなと思っております。で、3つ目にね、農家が減少してると、これもまあこれが一番なんか深刻のような気がするんだけどね、うん、で今、農業の農業者の農家のですね、農家の平均年齢が 67.8 歳、約68歳です。で、竹志農場が67歳なんで、自分の年と同じぐらいが平均年齢です。平均年齢っていうことは、自分よりも下の人もいるけども、自分より年上の人もかなりいるっていうことだよね。うん。平均年齢が上がっちゃってますから。だからまあ、そういう人たち、まあ、70近い人だよね。まあ、ざっくりね。だから、70近い人があと10年もすれば80歳になっちゃうわけだよね。そうするともう80になるとそろそろ稲作りもきついのかなと。まあいくらコンバインとか田植え機でね、機械がやっていてもまあ結構きついのかなと、うん、いうことで、まあこのまま、うん、若い人の新規参入があまり進まない状態で、まあ団塊の世代だよね、今メインでやってる、77歳、今戦後77年なんでね、まあ75から70から77ぐらいの人がまあ団塊の世代でね、一番人口的にも多いんですけど、人口的っていうか農家の比率としてはまあその辺が一番多いんですけど、その人たちが、まあ、現役引退する5年、10年後には、農家の数が、ごっそり減っちゃってね。で、うまく世代交代できれば、まあ、そこそこの生産能力は維持できるんですが、まあね、そのうちの何割かは多分、世代交代できないはずなんで、そうすると、その残った人たちが、その世代交代できなかった農地を引き継ぐっていうことになるんでね、むしろ農地が減るよりも実際耕す人が、減る方がちょっと深刻なのかなと思います。でね、やはり政府の官僚とか、農家のね現状を知らない人っていうのは、今の人数でも農家の個数は多いんだと、だからもうちょっと、減らした方がいいんだと、そうすればその分の農地が一軒の農家に集まるから、そっちの方がいいんだよっていう話をしてる人がいるんですよね。で、まあある YouTuber の方に、
米農家ももうちょっと減って、一個の経営面積が増えた方が効率がいいし、いいんじゃないのっていうことを YouTube で言ってる人がいました。そんなもんですから、私もねその人に質問したんですよ。じゃ例えば一個の農家ね、夫婦、まあじいちゃんばあちゃんと、まあ若夫婦、まあ家族経営ですかね、農業なんてのは。まあだから若夫婦が2人元気で、まあじいちゃんばあちゃんもフルに使えてっていうのが、まあ最高のメンバーだよね。まあだから そうですね、40、50代のせがれ夫婦がやって、まあじいちゃんばあちゃん、60、70のじいちゃんばあちゃんが手伝って、そこそこ やってると。だから田植えで言えばせがれ夫婦が田植えやって、じいちゃんばあちゃんが白鍵と稲への苗運びなんかをやれるのが、まあ今考えられる最強の農家だよね、家族経営では。だから例えばそういう家族経営で、まあ例えば稲作をやって、じゃあ最大どのくらい やれると思いますかという質問をしました。で結論から言うと、私が知ってる範囲で、まあ多少アルバイトとかそういうのも入れてるんでしょうけど、大きくやってる農家が、私の知ってる範囲では30ヘクタールですね。30から40ヘクタールですから、冒頭で言った、中国じゃない、ウラジオストクか、ウラジオストクの、まあ、旧ソ連時代の大きな農場を、中国人が今農地を買ってやってるっていう、地平線見渡す限り畑で、大豆とかそういうものを作ってるっていうような農業は多分日本ではちょっとできにくい。で特に稲作はちょっと厳しいかなと思うんだよね。っていうのは結局水の管理をしなくてはいけないんですよ。ですから見渡す限り一枚の田んぼでね、例えば縦20キロ横20キロ40平方キロなんていう田んぼができればね、一枚の田んぼになればそれは管理可能なんですけど、田んぼって水を入れるんで、20キロ ×20 キロ40平方キロの、一枚の田んぼってのはまず難しいと思います。で実際稲がねある程度育ってくると水が入ってるかどうかもね見た目では分かんないもんね。そしたらね田んぼのところどころに水水センサーを置いて、今どのくらい水が入ってるかっていうのを、見なくてはいけないので、限りなく効率化を求めて一枚の田んぼを大きくするっていうのは難しいと思います。で現実問題、日本の田んぼでまあ管理しやすいのは1枚1区画50アールぐらいじゃないかなと思うんだよね。100メーターかける長さが100メーター、幅が50メーターくらいが一番水の管理がしやすいのかなと。ただね、日本の農業技術、農業土木の技術って技術で言えばもうちょっと大きい田んぼも作ることは可能です。で今はね、レーザーレベラーって言ってブルドーザーにその GPS かなんかで、標高を検知して、あのブルドーザーの金平板をこう上げたり下げたりしてダーッと押してって真っ平らにするという技術もあるみたいんで、まあかなり広範囲で真っ平らな田んぼはできますけどね、水管理が人力なんでね、それを考えるとまああんまりバカでかいね、田んぼは、理論的にはできても維持管理ができないのが現状じゃないかなと思うんだよね。だから
ね、50アールの田んぼとしても1ヘクタールで2枚だよね。10ヘクタールで20枚。100ヘクタールで200枚。そんな200枚の田んぼをね、きっちり管理するっていうのは結構難しいと思うんだよね。で、先ほど、まあ言いましたように、じゃあ夫婦でどのくらいできるかっていうと、まあ私の知ってる範囲では、30ヘクタールくらいだよね。前後だよね。で、そうしますと、あまり広い面積を一人で管理すると、田んぼまでの距離がね、今度は長くなっちゃうんだよね。ほんで、一枚一枚、まあ、水口にゴミが詰まってないかとか、そういうのを管理しなくてはならないんで、水管理がね、田植えとか稲刈りはね、まあ、大きい機械でドカドカッとやれば、50ヘクタール、100ヘクタールは可能だと思います。ただ、田植えにしてもね、一作にして1回だからね。一作に1回。で、稲刈りも、一作で1回。だから、大きい機械でドカドカっとやっちゃえば まあ、比較的効率よくやれるんですが、水管理ってほぼ毎日なんで、しかも、農業用水って結構ゴミが流れてくるんですよ。そうしますと、そうですね、トイレットペーパーのロールぐらいですかね、水口の、大きさが、CD でですか、CD の大きさぐらいの、水口なんで、そこにゴミが詰まると水入りません。ですから、必ずそのゴミが詰まってるかどうかの管理だけはね、人間が一枚一枚人力で回らなくてはならないんで、まあ確かに今ね、センサーがついてて、自動でシャッター開けたり閉めたりっていう、技術もあるんですが、その自動で水口に詰まったゴミを、取ってくれるっていう技術がないんでね。ちょっとそれもね、だから限りなく、まあ、一個の農家が50ヘクタール、100ヘクタール、200ヘクタール、300ヘクタールっていう、面積を管理するのはちょっと厳しいのかなと。で、現に起こってるのが、やっぱり大きくやってる農家で、飛び地だよね。1枚だけちょっと離れてるなんていう飛び地になってるのは、圃場はほとんど、田植えをやって、除草剤を振って、あと稲刈りと。だから、ほとんどその農地を管理してる人も、ね、その家から遠いんで、水回りもほとんど来てくんないと。そうすると、周りは草ぼうぼうということで、まあ、耕作放棄地よりはいいんですけどね、それなりに管理はしてるんで。でもね、そういう田んぼの隣の人ってえらい迷惑だよね。虫、カメムシは飛んでくるしさ、雑草の種は落っこちるしさ。だから、将来的にそういう無理した大規模農家が出てくると、そういう田んぼが増えてくるのかなと思うんだよね。だから、まあ、今のやり方で、まあ、個人経営でやる場合は、30ヘクタールぐらいが限界、かなと思います。で、カミカモファームもね、30ヘクタールぐらいやってるんですが、実際スタッフはね、15人ぐらいいますんでね、1人管理してるのが2ヘクタール、頭数で割ると。だから、2ヘクタールの水回りだからね、簡単だよね。いくら全体で30ヘクタールの農地管理してても。まあ、そのくらいがちょうどいいよね。だから、農家の数が減っても、まあ、規模を拡大すれば、それで創作できるんじゃないっていうんですけど、まあ、ある程度まではできます。ある程度まではできるんですが、その外国のようにね、外国の畑の作物のように、一個の農家が何百ヘクタールもね、農地を持っていて、見渡す限り
その家の、うん、畑で、うん、そこから、うん、何百トン何千トンもの穀物が生産できるっていうような、うん、農業経営にはなりにくいと思います。で、米作稲作だけですと冬の間ってほら今の時期ってやることないじゃない、ないですか。だから例えば有限会社たけし農場とか作って100ヘクタールやったとしても、うん、実際稲作りやるのは、4月、まあ、3月下旬の頃から、まあ田んぼの準備始まっても、うん、3月下旬か4月あたりからやって9月いっぱい10月中旬ぐらいまで、そうすると、まあ、11、12、1、2、3、まあ約半年、4ヶ月から5ヶ月って仕事ないんだよね。だから従業員雇っちゃってもその間じゃあ4ヶ月5ヶ月を他の、ね、職業をやって稲の時間だ時期だけ従業員やってねってわけいかないんで、結局稲作専業農家で、常時従業員を雇うってのはね結構厳しいんじゃないかなと思うのね。だから大規模化できないんですよ。だから人数さえいれば、確かに上賀茂ファームのように15人もいれば50ヘクタール100ヘクタールできると思います。15人もいればね、それこそ5キロ10キロ先だって、たけしよお前、5キロ先の田んぼ水回り行ってこうって言えば、はい了解って行けますけど、それを2人ぐらいで15キロ20キロ先の田んぼまで水回り行けるかっていうとね、ちょっとそれ厳しいよね。ほんで営農集団なんで、冬の間、要するに米作って、いない間の生活っていうのはね、別に営農集団保証する必要もないんで、忙しい時期だけ人数が集まってきて、この稲作をやるっていう形態がまあ一番ベストなんですけどね。ただ我々の子供の年代がほとんどそういうのいないんでね、だから上賀茂の、営農集団も私の年代、1955年生まれが一番年少です。その下はいません。だから自分たちの子供の代だよね。だから40、30、40、あ、ごめんなさい、ぐらいの年代層が農家をやってくんないと、ちょっとも後が続かない。で仮に、まあ、上賀茂ファームが あと私が67なんで、あと8年後、8年後には75歳の後期高齢者になります。ですから、それプラス5年後、だから13年後には80、一番年下が80超えてくるんですよ。そしたらね、もう一番上は90超えてきますからね。それはもう、もう組織として成り立たねえだろうとそれこそ本当若い人がね、やってくんないと、引き継いでくんないと組織として成り立たないんで、まあ俗に言う X デーですよね。まあ我々の後の、我々が引退した後どうなるかっていうのがね、一番厳しいよね。だからこれはもう大幅にね、国が、介入してこないといけないのかなと。だから、やはりね、昔ソ連でやってた国営農場、だからもう農家のスタッフは全員が、準国家公務員、まあ国家公務員じゃなくてもいいと思うんですよ、準国家公務員で、まあ半年くらいの給料は保証してくれると、いうことであれば、なんかね動きそうなんですけど、まあそれでもない限り、
例えば財閥系の大企業がね、農業分野に進出するとかっていうのはなかなかね難しいんじゃないかなと思うんだよね。まあそういうことで、これから10年20年後どうなるかっていうとちょっとねあまりいい状況ではないんですが、ここ2、3年からまあ5年ぐらいのスパンではまだね団塊の世代十分使えますし、我々はもう5年後はまだ後期高齢者になってないんでね、たけしのじいさんもあと5年は多分大丈夫だと思うそんなもんですから、まああと3年5年は多分極端な食料危機にはならないのかなと。ただそれから先はねちょっともう国が農水省が大きくハンドル切ってくんないとちょっと厳しいのかなと、そう思います。で備蓄に走ってる人もいるんですけど、まあ確かにね駆け込み需要で、ある程度買いだめはできるんですが、じゃあ5年分10年分食料買いだめできるかっていうとそれはね意味ないんで、まあ俗に言う災害時の食料備蓄だからせいぜい5日から1週間分ぐらいの食料備蓄はあってもいいけど、まあそれ以上余分に食料を備蓄するのはちょっとねいかがなものかなと思うんだよね。まあ要は買い急ぎだよね、駆け込み需要、駆け込み需要はある程度やっといてもいいと思うんですが、それ以上長いスパンで、買いだめしてもあんまり意味がないのかなと。それとまあ極端な食料危機は来ないんで、まあ今まで、食料ロス捨てた分をまあ大事にね食べていけばまあそこそこ食料危機にはなんないのかなと思うんだよね。で今特にね、今日ちょっと農家さんがいたんで話したんですが、肥料がね、極端に上がってるんで、肥料がね極端に上がってるんで、ちょっとね、まあ農家としては厳しいんですが、まあ無肥料でもね、そこそこ、米は取れますんで、それもまあ 4、5 年は大丈夫だと思います。肥料やなくてもね。それから先はちょっと厳しいと思うんですけどね、先ぼぼそりになっちゃってね厳しいと思うんですが、まあそこそこ肥料がなくてもね収量は上がりますんで、まあ今食料危機になるっていうことはちょっと考えにくいかなと。ただ間違いなく食料品は全体的に上がってきます。まあそれだけはちょっと覚悟して、欲しいと思います。だからまあ極力普通一般家庭の方は極力食料ロスを少なくする、まあそういうことで、心がけていただければ家計に対する負担は少なくなるのかなと思います。はい、そういうことでね、今ちょっとばあさんから食事のサインが出たんでね、この辺でね、動画の方は締めさせていただきます。はい、そういうことでね、たけし農場の、結論です。まあ多分食料は想定的には減ります。減るけども、まあ終戦直後のようなね本当の餓死者が出るか出ないかというような食料危機には、まあここ5年くらいは普通に農業生産やっていれば起こらないのかなっていうのが、たけし農場の結論です。まあこれについてね異議のある方はちょっとコメントしていただけると非常にありがたいです。はい、じゃあこの辺でね、食事サインが出ましたので、締めさせていただきます。はい、お付き合いありがとうございました。よっこいしょ。